さあ皆様こんにちは。現在私はみなとみらい線横浜中華街に行くためにですね、みなとみらい線に乗車中でございます。通常ですね、JR 石川町駅からですね、歩いていくことが多いんですが、元町中華街駅、こちらの方からですね、カンフーキッチンの方に向かって歩いていこうということでございます。まずはですね、このみなとみらい線終点元町中華街駅にまで行きまして、そこから地上に上がって歩いていくということでございます。これのね、詳細をですね、これからこの動画とともにですね、ハウツーということでやっていこう。改札を出ましてですね、長い中華街方面のですね、地下街、こちらの方をね、地下道を歩いていくわけでございます。これがね、結構長いんですよね。それで、階段を上りまして地上に上がっていこうかということでございます。今日この日はですね、冬のですね、冷たい雨が降っておる、そういう日でございました。雨の中を中華街に向かって歩いておるわけでございます。ところどころね、カットしておりますが、人と人が交錯するような状態で、第三者が映り込むというような時はカットさせていただいて、なるべくそういう風なことがないような感じで編集させていただいております。さあこちらの道をですね、左にぐっと曲がります。こちらの方でね、どんつきまで行けば中華街というようなことなんでございますが、だんだんとね、中華系のお店も増えてまいりまして、雰囲気がそれっぽくなってきておるということでございます。このね、この中間的なね、中華街であるようなないような、そういうようなね、エリアがね、非常に続々っとするわけでございますね。日本の三大中華街ということでございましてね、長崎、そして神戸、そして横浜でございます。最大なのは横浜なんですけどね。さあやってまいりました。どん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 中華的色合いが濃くなってまいりました。中華料理や、そして中華雑貨を売るお店、お土産物を売るお店、天津とかを販売しているお店、いろんなお店がね、あるわけでございます。だいぶこちらの方ぐらいになってまいりますと、中華街っぽくなってまいりました。向かいに見えるのはね、お土産屋さんでございます。そして左側にあるのがですね、横浜大世界ランドマークでございます。こちらのはね、横浜ランドマーク、そしてまっすぐ行きますと、マーコミュ、つまり天ハオさんがね、いてはるところでございます。このね、関帝廟通り、こちらの方があるんですよね。この関帝廟通りを関帝さんに向かって歩いていきますと、これがカンフーキッチンということになるんですが、なかなかね、あんまり看板が大きくないので分かりにくいんですよね。でもこれ入ったところですから、横浜大世界からね、この関帝廟通りに入りまして、2軒目ぐらいですかね、こちらでございます。港ビル、
こちらのビルの方に、上の方にお店はございます。こちらでございます。カンフーキッチンでございますね。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。